金曜は夜更かし、金曜は夜更かししていきましょう。明日休みじゃないですか。土曜日もね、仕事の方いらっしゃるかもしれないですけど、まあ一般的にはね、週休2日のところ多いですからね。陸行ってきたいと思います。ハイボール、久しぶりにハイボール飲みます。最近ね、レモンサワー飲んでるんですけど、ハイボール、よし、まあ、今回のテーマはね、おい、おい、来たろ、おい、来たろ、おい、命ってなんだっていうね、ちょっと命についてね、語っていこうかなと。命命、いや、実はね、最近ね、僕ウイニーの映画がね、アマプラであって、まあ、ネットフリックスももう配信されてるかな。ウイニーっていう、知ってます？ウイニー、まあ、僕らの世代だったら知ってると思うんですけどね。1982年10月1日生まれ、今年42、今現在41歳なんですけど、僕が大学生の時ですかね、ウィン MX ウィーニーですよ。この衝撃、ウィーニーとウィン MX の衝撃、もうね、衝撃的でしたね。まだ YouTube がない時代に、しかもね、ネット回線もそんな早くなかったけども、なんかね、ウィニーの技術っていうのが、ファイルを断片的になんかもう生成するとか、すごいプログラムなんですよ、あれ。で、当時もう20年前ぐらいか、10年前、結構前だと思うんですけど、それがね、本屋に行くとね、ウィニーの裏技とかね、なんかいっぱいあったりとかして、ウィーニーでお世話になりました。ありがとうございます。そう、ウィーニーですごくお世話になりましたね。そう、僕も結構無修正動画、ほぼ無修正動画なんですけど、ウィーニーにもその無修正動画がいっぱいありまして、僕もこれ編集してないですからね。そう、モザイクもかかってないですから、僕基本的に無修正動画ですから、一撮りの。これもレックボタンを押して全部無修正ですから。いや、それでね、そのウィーニーの映画が、まあ去年か一昨年放送されたと思うんですけど、それがアマプラとかで、ネットフリックスでもこう見れるようになったのかな。で、見たんですよ。僕はアマプラで見たんですけど、まあね、僕は時期的にそうだったんで、すごく興味深くね、見てたんですけど、で、そのウィーニーの役者、俳優さん、主役の方が、まあ、それ関連で、まあ、いろいろと、ちょっとその俳優さん、俳優さんの名前がちょっと出てこないですけど、その俳優さんが、なんか山暮らししてると。マジで？みたいな。で、その YouTube も結構あったりとかして、山暮らしどうなの？みたいな。で、しかもね、しかもまあ、ね、その方の、山暮らしの動画の YouTube チャンネルもあるんですよ。で、普通にさばいてるんですよ。イノシシとか、カモとか、なんか、まあ、いろいろ普通に、まあ、免許も取ってるみたいなんですけど、山暮らしして、山で自分でその狩りをして、で、自分でこうさばくみたいな。やってて、すげえな、みたいな。さばけます？さばいてるんですよ。すげえなと思って。で、山暮らしがもう2年ぐらいやってるのかな。すごいなみたいな。で、それで、ね、アメバ TV だったかな。アメバ TV でもなんか命だったかな。議題があってね。なんか猫だったかな。その猫をさばいて、食べちゃったのが捕まったみたいな。で、その山猫とか
人間が関与してない猫は別にいいらしいんですよ。だけど人間が関与してるやつは動物保護団体になんかがなんかあれなんですよね。まあ僕も詳しくないですけど、そうでなんか捕まったんだけど結局まあなんか大丈夫だったらしいんですけど、だからその線引きですよね。ルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃん美味しいですか？ルルちゃん、ルルちゃん美味しいの？ルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃんさばいたらお肉美味しいですか？ルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃんさばかれる、切り刻まれて焼肉にされたらどうですか？ルルちゃん、ルルちゃん美味しいんですかね？なんかそのすごくそれがそのなんか虐待というかなんかその線引きが非常に難しいよねっていうところで、まあこれね僕命の食べ方っていうねあのドキュメンタリー映画があるんですよ。これまあぜひあのまあ見てほしいんですけど、そのまあ僕たちってそのこの命をねこう生きていくために魚も食べるし肉も牛も食べるし豚も食べるし鳥も食べるしっていう話で、でもその結局そのスーパーに並んでるやつって結局殺されてるわけじゃないですか。でその命の食べ方とかのドキュメンタリーのやつ見るとすごいんですよ。まああとはねいろいろあるだから殺され方がまあまあまあもう機械的に殺されてる、まああとまあその海外の映像とかすごくえぐいやつもあるんですよ。もうどうせ殺すんだからその虐待 しちゃってる映像とかもあったりとかするんですよね。その殺し方なんですよね。殺し方もひどい殺し方もしてるところもあったりとかして、まあ映像であったりとかするんですけど、いやもうねなんすかね、なんか綺麗なとこしか見てないじゃないですか僕たちってね。スーパーでね綺麗なとこしか見てないじゃないですか。でそういう命をねいただいて、ルルちゃん命をいただいて命をこうやってるわけですよ。だからねまあ結論言うと僕の結論は食べ物は粗末にするなということですよ。なんか食べ物じゃなくて命なんですよね。うん、だから僕ね残す人食べ物を残す人嫌いなんですよ。まあでもそれはねなんかあのまあ大人になってねなんかパーティーとかなんかそのいろんなその会とかに出席するとなんか残るじゃないですか。あれ嫌なんですよね僕。まあそういう集まりなんでねお金払えば食えるっていう話なんだけど、でもそこに並んでる鶏肉とかね唐揚げとかねなんか豚肉とかね全部殺されてるわけじゃないですか。で殺されてるけども捨てられるっていうね、こう捨てられるのに殺されていた動物たちは何なんだみたいな話じゃないですか。だから基本的に僕はあの注文なんか礼儀としてね注文したものは自分で注文したものはね全部自分でちゃんと責任持って食べるみたいな、うん、なんか残飯として捨てられるためにね、うん、その命をこう落としてったわけじゃないじゃないですか。まあね考え方としてはねお金払ってんだからっていう話もあるかもしれないですけど、そのお金払えば何でもいいのかっていうんだとなんかその何なんだろうな、そのまあ彼らというかな、まあ僕人間も動物だと思うんですけど、死んでった豚さんとかね死んでった牛さんとかね死んでった魚さんとかね、まあなんかその申し訳ないなっていうことですよ。だからその残さず食えって話ですよ。残さず食べろと。そう。親父の助言ですよ。残さず食えと。それは食べ物、命をいただいてるっていうね。そう、あとね、これね、僕ね、好きな あの漫画本があるんですけど、自殺島っていうね。自殺島いいです。自殺島っていう島があって、
でそこにその自殺者がこう自殺も諦めた人がこう集まるんですけど、でも死にきれなかったりとかして、じゃ死にきれないから今度島で生きていくっていう上で自分で狩りをしたりとかして生きていくんだけど、その自分はこう今から命をねこう一度でもこう自殺しようと思ってたんですよ。だけど生きていくっていう選択をした時に、その島で生きていく時にね、いろんなその狩りをしたりとかしてその命をこう食べていくんですけど、でその時にまあその主人公とかがいろんなそのどんどん考え方がこう変わっていくというかね、なんかその命って何なんだろうっていう、そう、うん、すごく興味深いですよ、自殺島っていうね。そう、いや本当ね、まああのなんか僕が嫌なのが、まあ僕もそうね、生でその牛を殺すところとか生では見たことないんで何とも言えないんであれなんですけど、なんかね綺麗なとこしか見てないってとこなんですよ。加工されたものしか見てないってことなんですよ僕たちはね。そう、いいとこだけしか見てないんですよ。本当ひどいですよ、牛さんとかのそのまあそのいろんな殺し方があると思うんですけど、そう、もうだからそのね、あの例えばファミチキとか、あとはあのローソンのね唐揚げくんかとかね、多分ねひどい殺され方で、ひどい殺されてからもうベルトコンベアみたいな感じで、まあ、もうなんか命あんだけどもう人間に食われるためにもううわーみたいな。そう、あとねこれもなんかね、これお客さんからシェアしてもらって知ったやつが、見た手塚治虫さんだったかな、この見たなんとかの皿っていう、見たノロス、このアニメもすごいなっていう皿、アニメなんだっけな、なんか逆転するんですよこれ。これもね見てほしいですね。あ、これだ、藤子さんか、ミノタウロスの皿です。ミノタウロスの皿っていう、これは人間と動物が逆転してその人間が食われるっていうアニメなんですよ。ミノタウロスの皿、これもねすごく、これやっぱこれ考えた人すごい、あの考えたこう藤子不二雄さんすごいなと思いますね。これはね考えさせられますね、ミノタウルスの皿っていうアニメ、人間が食われていくんですよ、で人間が家畜されてるんですよ、うん、その牛さんに食われるためにその主人公ではないですけど、主人公がどんどんそのなんだか考えさせられるというかね。で女の子が出てくるんですけど、女の子が私はあの食べられる、すごく食べられるために生きてるのみたいな、待ってくれみたいな、主人公がね、死なないでくれ、なんで止めるのと、私は食べられるのよみたいな感じなんですよ。こんな素敵な食べられ方みたいな、食べられてくるんですよ、そう人間が。これやっぱ藤子不二雄すごいですよね、これかん、この着眼点ですよね、この発想というか、このミノタウルスの皿もすごくおすすめですね。ねえルルちゃん食べたら美味しいのか、ルルちゃんどうすか、食べたら肉美味しいですか、肉ルルちゃんルルちゃんをさばいたら罪になる、なるかもしれないですね。これなりますよね、多分ね。ね、ルルちゃん。あお、にゃお。
だからその線引きもね、何なんですかね。人間が関与してる、その要はその猫だったら、猫だったら、まあ、家畜、そのなんかまあ昔ね、柴田さんがね、その 金魚事件ですよ、金魚試験で、そのなんか金魚をさばいて、それでなんかそのやってるやつがあったんですよ。かなり昔ですよ、10年ぐらい前なんですけど、その金魚をさばいて、でそれはどうなんだみたいな、でそのリスナーさんとやり取りするみたいな。で家畜はいいらしい、家畜という概念だといいらしいんですけど、はい、ルルちゃん、はい、家畜という概念が入ってない場合はそれはダメらしい。まあ、僕も詳しくないですけどね、なんかもうややこしいんですよ、それが、その概念が。だ猫も同じ猫なんだけど、山猫だったらさばいても別にいいし、でも人間が介護してるペットなんかそういうのだとダメだったしっていう。でも猫には変わりないんですよ。でも牛もね、別にその人間に食われるために生まれてきたわけじゃないじゃないですか。家畜言うてもね、豚さんも鳥さんも。卵とかもね、卵どうですか、卵って。だってあれも、卵もひよこになるんですよ、卵も。もう人間にって、人間のためにその朝食のエッグトースト、エッグなんちゃらにするためにこう産んでるわけじゃないじゃないですか。あれもうひよこじゃないですかね。えひよこになる前に生卵とかで食ってるんだ、あれですけども、あれも命ですからね。あれ、ルルちゃん、ルルちゃん、あれも命ですからね。でもあれもだって人間で言うならば、なんすかね、受精したどういう状況で食ってんだ。ルルちゃん、ちょっとお願いします。ルルちゃんがね、ちょっと発情期なんです。子孫を残したいみたいですね。子孫を残したいみたいな。ルルちゃん、ちょっとまたちょっと檻に入れますよ。最近別居生活してますんで。ルルちゃん、別居生活です。寝るときはもう入れない、なんかゲージに入れないとダメっすね。なんか夜もううわーって泣いたりとかするので、響くんすよ本当に夜。でも女の子なんで、男に比べると、昔ね、その僕2回目なんですよね、これ保護したので。1回目保護した猫は男で、すごかったっす。朝5時とか4時にうーみたいな。でも最近ルルちゃんもちょっとね、すごい規制、すごい鳴き声を喋るようになってきたんで。でもルルちゃんともお別れですからね、そう、もうちょっとで。そう、ルルちゃんとのお別れです。5月でルルちゃんとお別れ。ね、ルルちゃん。ルルちゃんとお別れですよ。ルルちゃん。ルルちゃん。お別れですね、ルルちゃん。ルイちゃんお別れですよ、お別れ。あー、ハイボールがうまい。だからそのなんだろうな、あのいろんな命をいただいてますんで、頑張らないと。そう考えると、だって生卵どれぐらい、その卵どれぐらい食ってきました、卵、人生で。相当ひよこ食ってますよ、相当鶏食ってますよ、ね、もうそもそももうあのひよこになる前に食ってるからねまあある意味残酷じゃないですか、もはや。ある意味ね、そう、なんかもうほんとね、見方を変えるといろんな考え方がありますから
まあキリがないんですけど、そう、あ、そう、5月ね、そのあの、そうそう、あの塾生さんのあやさんっていう、沖縄に住んでるあやさんが鹿児島に来て遊びに来るも決定したんですけど、そのルルちゃんがね、あのいなくなる前にちょっとあの会いに来ますみたいな感じで来ていただけるみたいなんですけど、とあやさんはその肉はもう食わないって決めて、肉何年食ってないのかな、若い時はね肉とか食ってたみたいですけど、今はね肉一切食わないですよ。ルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃん、ちょっとお願いします、ちょっと響くんでお願いします、ルルちゃん、ご飯、ご飯あげるよ、ルルちゃん。肉食わないんですよ。だから鹿児島はね豚しゃぶもねご案内できないんですけど、鹿児島の豚しゃぶうまいんですよ。でも肉をね、刺身は大丈夫なんですよ。刺身は大丈夫なんで、でも肉はもう食わないって決めて、もう 2,3 年経つのかな。そう、肉を一切食わないって。でもね、あやさんのいいとこはその強要しないんですよね。強要しないし、その別にその僕は食わないだけであって食っていいですよみたいな話で、結構さ、ビーガン野菜だけしか食わないみたいな人いるじゃないですか。でもそれは結構その人によってはその強要するというか、それは悪だっていうね。ルルちゃん、そのなんか動物を食うことは悪だみたいな、それを強要する人もいるじゃないですか。でもね、サバンナとかそのアフリカとかその弱肉強食でね、結局その動物が動物を食ったりとかしてるしね。ルルちゃん、ルルちゃん、檻入れますよ。別に人間が食わなかったとしても動物が動物を食ってますから僕はそのまあ植物とかジャガイモとかトマトもそのなんかその喋らないだけであって、まあぶっちゃけ命じゃないですか。そのトマトとかキノコとかも全部命だと思うんですよ。でそう考えると、ただ知的なのがね、グロいのが出るか出ないかの話であって、全部僕はね、僕の考え方としては全部命だと思ってるんで、だからそのなんだろうな、命をこう命をこうなんだ継続するために命をいただいてるって、いろんな命をいただいてるんだよっていう話ですよ。だからまあまとめると粗末にするなと、食い物を粗末にするなということでございますよ。大丈夫ですか、酔っ払ってきましたね。そう、あの食べ物はね全部命をいただいてるんですよ、ね、そのほうれん草も命ですよ。別にほうれん草はもう生きてるわけじゃないですか。そう、全部命ですよ。これもウイスキーも命ですからね。麦ですか、ウイスキーはどうなんだ。頑張っていけない。だからいろんな命をいただいてるから頑張らないといけないっていう責任があるってことです。頑張って生きないといけないという責任があるというね。もちろん選択は自由なんですけどね。自分でね、命を絶っていく人もいるんで、まあ、それも選択の自由なんですけど。そう、上島竜兵さんですよ。上島さんと。ね、死んじゃいましたけど、まあ、それも僕はね別にそのなんだろうな、まあ今ね責任が生きていく責任があるよみたいな話をしましたけど、
なんかね、自殺に関しても僕はね、別に悪いことではないと思うんですよね。その安楽死とかもあるじゃないですか。だからその国によっては安楽死 OK っていう国もあるんですよ。僕は逆にね、自分でその選択して命を絶てる人は逆にすごいなと思うんですよね、僕はね。これは僕の考え方なんで、あれなんですけど。でもなんかその命、自殺することが悪いみたいなのもあるじゃないですか。逆に、まあこれはね、こういう言葉で表現すると非常にそのセンセーショナルな話になるんであれかもしれないですけど、自殺するってことは僕はエコだと思うんですよね、地球にとって。だってその自分で命を絶つってことは、その後いろんな命を食わなくてもいいわけじゃないですか。ある意味地球のため、いろんな、すげえ難しいかもしれないですけど、考え方によってはめちゃめちゃ地球に優しいっていう話ですよね。まあ食料問題もそのうち出てくるだろうし、食料問題出てきますよね、おそらく。だから逆に言うと、そのなんか風潮としては自分で命を絶つことは悪いことだみたいな風潮あるじゃないですか。本当にそうなの？みたいな、僕は疑問を感じますよね、そこは。なんか、別に、なんだろうな、生きてればいいことがあるかっていうと、なんか生きてればそのうちいいことあるよみたいな話あるじゃないですか。いや、本当にそうなのって話で。辛い人はずっと辛いだろうし。でもなんか自分で命を絶つことは悪いことみたいな、なんか昔ね、村上ファンドの村上さんが金儲け悪いことですかみたいな、それも論争がね、すごくバズって炎上した時代があるんです、あるんですけど、それをね、自殺することは悪いことですかみたいな、村上さんにかけるならね。ただその僕の概念と考え方としては、悪いことではないと僕は思うんですよ。自殺することはね、全然。悪いことではないけども、じゃあ今まで生きてきた中でどれぐらいの命を食ってきたのっていう、そこに責任はあるかどうかっていう考え方ですね。そう、今までいろんな命をもらってきたんだから、その分まで生きる責任はどうなんだみたいな。別に僕は悪いことじゃないとは思ってるけども、なんかいろんな考え方がありますね、僕も。まあ筋が通ってないみたいな話になっちゃうかもしれないですけどね。 でもなんか僕はなんか結局僕もね、なんでこういう話するかっていうと、辛すぎてね、一回この手首をこうこう切ろうとしたことが何度もあるわけですよ。でも痛いし怖くてできなかったんですよね。だから、死ね、だからチキン、だから僕が悟ったのは、自分で自分を殺めるとかできないなと、怖くて。チキン野郎だなと。だから生きるしかねえなと思ったんですよね。だから頑張るしかねえなって。僕が行き着いた結論はね。僕は自分で命絶てないからチキン野郎だから、頑張るしかねえなみたいな。頑張って生きるしかねえなって、プラスアルファ、いろんな命をもらってるしね。その命の分までなんか頑張って生きないといけないなっていう責任を感じる。でもそれは別に、なんだ、僕がそう感じてるだけであって。なんか自由だと思うんですけどね。まあよくわかんねえな。まあいいや。まあ難しいですね、これは本当に。ねえ、ルルちゃん。僕がルルちゃんを食ったら罪に問われるかもしれないですね。ね、ルルちゃん。どうなんですか？まあ、ルルちゃんは食おうと思わないですけどね。でも戦争中、沖縄だったかな？まあ多分、まあ表にあんま出てないと思いますけど、生き延びるために死体を食うとかね、あったと思うんですよね。普通に、まあ表に出てないだけであって、あんまり、
その中なんか人肉饅頭っていうなんかあったような気がするな、映画というか。ルルちゃん、ルルちゃん、あと人が人を食べるとダメっていうのもありますよね。多分その罪ですよね。罪に問われますよね。ルルちゃん、はい。ルルちゃん、餌あげるよ。ルルちゃん。ルルちゃん、餌。ルルちゃん。ルルちゃん、餌あげるよ。ルルちゃん。ダメですね、ルルちゃんが。ルルちゃんはダメだな。泣くのはちょっとね、ちょっとまずいんですよ。ルルちゃん。いやー、この命のテーマはね、重いですね。まあでも僕の結論は、頑張って生きるしかねえっていうことです。僕はね。まあ僕は自分で命をね、絶つってことはないんで。いろんな命もらってるから。ただそれをね、強要してもいけないなっていう部分もある、僕は思うわけですよ。人それぞれ人生辛いこともあるしね。でそれも、まあいいっす。もうこの辺にしときましょうか。これ色もうね、賛否いろいろあるしね、難しいし、考え出すとキリがないんですよ。でも行ったり来たりですよね。ルルちゃん、ルルちゃん、ちょっとルルちゃん、ちょっと本当に泣いたらダメですよ。ちょっとつまみ食べよう。つまみ、いやー、ちょっと酔っ払ってきたな。あ、これ食べよう。アジ食べます。アジがある。アジ、これ命ですね。アジさんもこれちょっとお客さんからいただきました。ありがとうございます。アジがありますよ。このアジもね、命ですから、魚。こういうね、加工されてるものしか見てないんで、これ見てた、いや、アジさんも生きてたわけですからね。うまい。ありがとうございます。うまい。こいつも生きてたわけですよ。こいつも生きてたんですよ。味も。頑張って味のために生きないとな。味のある人生送んないと。だ、一番合理性を考えるのだったらやっぱあれなんですよね。VR の世界で生きるっていうのは一番いいんじゃないですか。デジタル空間で生きるっていうね。ルルちゃん、全部デジタルですから、何も殺してないし、デジタルだから。多分ね、デジタル空間で生きるっていうのは一番いい子かもしれないですね。
ね、ルルちゃん。これ、アジ。これ、アジ。アジですよ。食えないですけどね、君は。でもルルちゃんも僕が保護しなかったら絶対死んでましたからね。でもそれも考えさせられますよね。猫だったから保護しましたけど、イノシシの赤ちゃんだったら保護したのかっていう話ですよね。イノシシの赤ちゃんだったらどうだったのか、まあ、無理っすよね。なんかその猫とか犬とかそういうのはなんかすごくラッキーですよね。牛だったら食われるしね、豚だったら食われるし、イノシシも食われるだろうな。だ猫ってなんかすごいあれですよね。このアジは食われてるわけじゃないですか。このアジは食われてるわけですよ、僕に。でも猫は食えないですよね。同じ命なのに不平等ですよね。だ世の中不平等なんです。同じ命なんだけど不平等じゃないですか。不平等なんです、世の中で。じゃがいもさんとかもね、食われてるわけじゃないですか。米とかもそうですよね。米も別にね、人間に食われるために稲穂を垂れるわけじゃないじゃないですか。まあ、そう考えていくと、人生の深みが出てくると思いますよ。何気なく食べてる、何気なく食べてるものも深く考えていくとね、なんかいいと思います。ああ、酔っ払いましたね。もうすげえ酔っ払ってる。いや、いいっすね。このしみじみ語りながらぼやきながら飲んでいくっつうのはいいっすね。まあこれ週一ですからね、週一の放送だからね、できる、続けられると思います。
鹿児島に来ても8年ですよ。8年。花形さん。ルリさん。そう、ペットショップとか行くとね、10万とかで猫が売られてるわけですよ。命がビジネスになってるからね、ペットショップとかね。どうすか、ペットショップ、命がビジネスになってますからね。ルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃん、ダメだよ。はい、ルルちゃん、ダメだよ、泣いたら。まあ今日も別居ですね。今日も別居。最近別居して寝てますから。泣かない時はね、一緒に寝てましたけど、まあ、一緒に寝るってことは、ルルちゃんと一緒に寝るってこともなくなりました。まあでもこの発情期がなくなって、もう成熟したらね、あれですけど、多分もう嫁ぐんで、ルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃん、はあ、ええよ、ルルル、はあ。ルルちゃん、ちょっと本当にもう泣くとダメですよ、泣いたら。響くんですよ、あなたの泣き声が。ああ。ちょっと今日は寝れますね。だいぶ酔っ払った。だいぶ酔っ払った。あ、酔っ払ったな。だいぶ酔っ払いました。でもね、いろんな命をね、こう食べいただいてこう生きてるって考えると、なんか頑張って生きないといけないな、頑張ろうっていう気持ちにはなれると思いますよ。ね、卵食べるじゃないですか、多分。卵焼きとかね、
目玉焼きとか。ルルちゃん、命尽きるまで、命尽きるまで。僕も何歳まで生きるか分かんないですけどね、頑張りますよ。頑張って命燃やしてきます。はい、ルルちゃん、ルルちゃんお願いします。45分か。今日はでも酔っ払いましたね。今日マジで寝れる。これは寝れるわ。ルルちゃん、うん、ルルちゃん食べようか。でもルルちゃんうまくねえだろうな。ルルちゃんうまい、うまい、ペッ、ルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃん、もう止まんないですね。止まらない、かっぱえびせんです。ルル、ルルちゃん本当お願いします。わお、わお、別居して寝ます。無理です多分。正面もね、なんかそのマーキングみたいなのもするんですよ。そう、布団洗ったんですよね。布団にもされまして、今日もね、朝風呂場で、風呂場は別にいいんですけどね、まあすぐシャワーで流せばいいんで、風呂場でもしょんべんしてましたから。いろんなとこでピシュピシュするんで今。いやー、ちょっとだいぶ来てますよ今僕。これはいい夢見るな。目がやばいですよね。目が
ノンフィクションです。ノンフィクションです。ルーちゃん、ルーちゃん、そんなにセックスしたいですか、ルルちゃん。そんなにしたいんですか。でもすごいですよね。もう DNA に刻まれてるわけじゃないですか。すごいですよね。ルルちゃん、あなたの運命は、すいません。子供は産めない。子供は産めないと思います。ルルちゃん、オスは来ない。叫んでもオスは来ないよ。僕オスですけど。寝ましょうか。ちょっともうやばいですね、僕。もう目の焦点が合ってないな。ちょっと目が開かないな。ちょっとだいぶ酔っ払いましたね。はい、ということで終わりたいと思います。とりあえずルルちゃんはね、いなくなりますからね。もうちょっとで、まあ、そしたらもう気にせずぼやいていきますんで、よろしくお願いします、まあ、頑張りましょう。まあ、何のために頑張るのかっていうと、いっぱい命食ってるんで、全部です。そう、何のために頑張るのか、それは生きるために今までいろんな命を食ってるんで、米もね、米も含めて、はい、終わりましょう。